おはようございます。今日はアウェイのセレッソ大阪戦ということで、今日は仕事じゃないんですけどプライベートで今から大阪に向かいます。本当にコロナになってから新幹線に乗るってことがなかったので、めちゃくちゃ久しぶりの新幹線にちょっとワクワクしてますが、はい、駅の中にちょっと人がたくさんいて恥ずかしいので新幹線に乗ったら撮りたいと思います。バイバーイ。はい着きました。めっちゃね、久々に新幹線に乗って楽しい旅でした。大阪はいつぶり？大阪ね、覚えてないですね覚えてない。なんかコロナになる前はよく新幹線に乗ってちょっとフラッと出かけたりしてたけど、コロナなんてできないじゃん、そういうの。だからしてなかったかな。アウェー遠征は？アウェーっていつだろう。名古屋とガンバは普通にプライベートで行ったかな。去年、一昨年か。去年は行けないでしょ、うん、だからなんか その時はプライベートといえファイフルスタッフの人と一緒だったんですよ。だけど今日は本当に一人ぼっちだから自由の身です。とどろきじゃない、この今回は淀子さくら、どうですか？なんか雰囲気が全然違うから。でもうー、見て、ま、すごいな、こっち来た、銀の違うか。で見てやつ、すごくない？あれはすごい立派。え、何？あれは今日の試合会場じゃない？違う、もう一個ある。そうなんだ。とどろきだとあれしなくちゃこれしなくちゃとかあるじゃん、マイフェイトってとか。だけど今日はプライベートで仕事じゃないんで楽しみたいと思います。あったかくてでもよかった。サッカー専用スタジアムだけど、専用はガンバとか、ガンバとか名古屋もそうじゃん。距離が近いってことです。じゃあ今日のスコア予想は、4-1 とか。ねえ、そんな行く？大久保さん取るんじゃないですか？いや、そう、ちょうど、うん、昨日だよね、引退発表した。そう、昨日して、なんか石川さんだっけ、石川さんだっけ、今日のフロンターレ戦の前に発表したんじゃないかって。ああ、確かに、うん、サポーターに向けてみたいな。やっぱ大久保選手は私が携わってからは、まあ、衣装には被ってないんですけど、やっぱりフロンターレのなんていうの、こう歴史を語るときに絶対出てくる方じゃないですか。だから、まあ、今日はアウェーですけど、フロンターレサポーターも特に大久保選手には思いがあるんじゃないかなっていう、まあ、どのチームもそうだと思うんですけど、特にフロンターレってやっぱり過去の選手をすごく大切にするじゃないですか。するよね。だからちょっと久保選手にみんながどんな感じでいるのかなっていうのが楽しみです。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。かわいい。はず。ノリノリじゃん。何？はずいって言っときながらめっちゃノリノリじゃん。恥ずかしいけどちょっと嬉しい。今日は。私はもう自由にやっちゃいますよということで、これの大久保さん探す？あ、探そう。あ、みんな撮ってるんですけど、みんな撮ってる、邪魔にならないよ。はい、いました。頑張ります。こんにちは。何？一応ツーショットっぽく。一応収まってはいる。はい、取れました。食べ物。こんにちは。こんにちは。高い。気づいてくれた。そうだ、後ろにアリサって書いてある。それはそうだ。やば、難しい。あと、あの、だって、いつもの格好だからね、これ。みんな見てるの、このユニフォームと。確かに。私服だったらまだ分かんなくても、確かに。ユニフォームとこの顔はもう、
めっちゃ混んでるの？トレーラー撮ってるよ。え、めっちゃ混んでるじゃん。え、すごい混んでる。あ、あ、たこ焼きじゃん。真ん中。何？たこ焼き、たこ焼き。じゃあめっちゃ混んでる。噛みすぎてるので諦めますか？これどんくらい並ぶのかね。諦めましょう。諦めましょう。すごいこのカメラマン近い。このカメラマン近いんだけど。お客さんいっぱいいるからね。避けなきゃいけないんでこっちも。え、何食べる？空いてるの食べる？え、俺もたこ焼き食ってきたし。え？たこ焼き食ってきた。あ、食べてきた。うん。あ、一応ね、6個のやつは買ってきたよ。え、何？6個のやつ。たこ焼き。今持ってんの？うん。カメラマン。みんなおなじみ岡部です。道頓堀の。あーすごい。あたこ焼き食べる。これを席で食べよう。あーそうね、うん、じゃあ一回しまいます。何だったのこれ。あーこんにちは、頑張りましょう。今の虎柄のお茶取った。これ何くんっていうの？ロビン。同じポーズしてやるの。え、同じこう。恥ずかしいよ。こうでしょ。ちびっこがいっぱいいるから、こんな大きい人がやって恥ずかしい。あ、こんにちは。こんにちは。そうなんです、ちょっと今日はプライベートで遊びに来ました。今日は川崎から。はい、よしさん、皆さん見てみて、サイン入り。お、これいつもらったんですか？これだから驚きの驚きなんで、貴重ですね。やっぱり昨日引退発表されたじゃないですか。探しました。探しました。やっぱり今日のこのフロンターレ戦 に向けて発表したんじゃないかっていう声も一部で上がってますけど、いや、今日大阪がさよならっているように日の道って言ったんだなと思います。過去にいた選手はみんな家族。そうですよね。で、過去に在籍してくれた選手もやっぱりサポーターのこと、フロンタレサポーターのことを思ってくれるじゃないですか。まあ、そんな大久保選手率いるセレッソとスコア予想は、ちょっと9点っていうのはありますけど。ダメ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 。それはダメで、まあ1点ぐらいかな。ダミアンが4点。おお、じゃあ5-1予想でいいですか。はい。あ、その1点は大久保選手。そう。お、ありがとうございます。無事インタビューゲット、ありがとうございます。写真撮りたい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、すごい真面目あります。私分かりました。ここだけで何度もお会いしてます。はい、すごいびっくりしましたけど、多分あの燃えるタイプなので絶対フロンターレから点を取ってやろうという意気込みだと思いますので、まあ1点だけ入れてですね。はい、あ、車屋さん、車屋さん行ってきました。ちょっと話題になってましたからね、Twitter の方で。ちょっとね、車屋さんがキーポイント、おジェジュンが手前でセンターバックを任されると思う。そんな感じです。そんな感じです。はい、OK。はい、楽しい。頑張ります。頑張ります。はい、頑張ります。はい、これ、喜ぶ。めっちゃ寄りのやつ取ったら。はい、4対1で勝利しました。もうね、でも結構序盤から生成して、ここまでの複数得点4点っていうのもしばらくなかったよね。なかったからめちゃくちゃ嬉しいアウェー遠征になりました。最後やっぱりフロンタレらしい大久保選手の送り方というか、まあ、まだ続きますけど今シーズンが見れたので最高のアウェーでした。最高だったよね。最高。そう、なんかあの MC 決まる前の時に12月のホームの最終戦招待してもらって行ったのが轟のあれぐらいの席だったの。今すごいなんか懐かしい、最初の頃をね思い出して、今年はもうシーズン終盤ということですけど、でもやっぱりサッカー専用スタジアムだから
トラックがない分すごくこう距離も近いし、普段記者席で見させてもらってるから、記者席って結構上から見るからプレーを上から見る感じだから、もっとこうすればいいじゃんとか思うじゃん、上から見ると立体的に分かるから。でもやっぱり選手と同じ、ほぼ同じ目線だったじゃん。それで見ると恥ずかしいなというか、目線が違うから迫力があったね。野村選手がすごい声かけしてて、かっこよかった。それがすごく迫力のある試合を楽しませてもらいました。バイバーイ。新幹線取るかな、まあいいやわかんない、いいや終わりで。ミスド買いました。ございます。 Thank you.